危機対策はこれでバッチリ。もう1ヶ月以上続いてるよね。ウクライナの侵攻が今も継続していて、うん、でまあそのスウェーデンでももちろん身近な話としてね、ニュースでもういつも取り上げられてるし、うん、日本でもそうだと思うんですけど、うん、で毎日ちょっと悲惨な状況が伝わってきて、うん、ちょっと何もできないのが歯がゆいです。そうですね、うん、戦争とかそういったことを意識するようになって、まあ、私たちの危機管理意識っていうのが、まあ、これまでになんかすごい高まっていると思うんですよね。で、日本はね、災害大国なので、うん、結構もう常に防災対策。で、ちょっとやっぱ震度4、5、6とかの、地震が起きたりすると、皆さん結構防災グッズ買ったりとか、うん、こう結構対策はしてる方が多いのかなっていうふうに思うんですけど。うん、その前にスウェーデンの防衛とか軍隊について話してまとめたんですけども、でそこで、そのある冊子を紹介したんですよね。で、それが、まあ、スウェーデンの全家庭に配布される、あの冊子っていうことで、これなんですけど。ね、実物。私、なくて初めて見ました。そう、なんかこれ見たら2018年の発行だったんですよね。で、数年に1回も発行して、それ、まあ、更新版を全家庭に送るんだけど、なんか2018年より前はあんまり来てなかったみたいだし、なんか多分やっぱりクリミアの、あれでなんかこれをまた真面目にやろうとなったのかもしれないけど、だから2018年だからいなかったのかな。私、夏に来たね、2018年の。ああ、多分いなかったか、知ってても、ふーん、ぽいって感じかもしれないです。で、この冊子をね、私も実はあんまし見てなくて、それこそ不運っぽいだったんだけど、うん、改めて今回見てみたら、すごいなんかいい情報がいっぱい入ってて、災害とかの時に。で、なので今日はこれをちょっとまとめて皆さんにご紹介しようかなと思いました。うん、てかすごいですね。4年も持ってるんですね。しかもずっとなんか玄関のすぐ出せる場所に置いてあって。まあ、こう、一般的にね、どういった情報が国からこう指導されてるのかとか、あと後半では具体的に、食料、水、暖房、通信、その他、この5つの具体的な用意するべきものリスト、うん、まあ、ここに書いてあるんで、スウェーデンの情報ですけど、それをまあ共有して皆さんのご参考になればいいなと思います。最初の後半に書いてあるんだけど、そのスウェーデンの核シェルターとか、うん、地下シェルターについて。でも実はね、スウェーデンには核シェルターがすごい至るところにある。知ってた？あれなんか、今回ニュースになりましたよね。よくなんか、今回これでウクライナの、あれで皆さん、みんながどこにあるんだっけとか、アップデートしてる、あるっけみたいなのって。なんか、このマークがついてるところらしいんだけど、確かに見たことあるんだよね。森とか、なんかちょっと散歩してて、マークがついてるの見て、なんか電気の関係の、ここだったんだけど、まあ、冷戦時代の時に作られたんですけどね。そうそうそう。1954年か60年とか、そのぐらいの時に作られたみたいで。でも、スウェーデン全土には、実は6万5千個もあるんだって、このシェルターが。で、人口の約 8割をカバーできるっていう。けど、あとの2割どうするんですかね。でも、自分の家で地下がある人とかもいるんですよ。大きな建物、デパート、百貨店とか、あと学校とかには、建築基準法で、まあ、シェルターを設置する義務があるんだって、実は。で、まあ、トイレとか、浄水器、発電機とか、そういった設備も、規定がいろいろあるみたいなんですね。で、まあ、その、ストックホルム市内にも、実は4つ、すごい大型の地下シェルターがある。で、実はそれは普段は駐車場として使われてるんだ。あ、じゃあ行ったことあるかもしれないですね。私もそんなこと知らなくて、普通に車止めてたけど、なんか、危機になったら48時間以内にシェルターとして使えるようになる。じゃあ結構準備してるんですね。で、これが全部で1万5千人収容できる。だからその駐車場、まあ4つの大きい、まあ普段駐車場のそこがシェルターになったら全部です。1万5千人。で、あとは学校とかそういう大きい建物とかもあるし、まあ自分の自宅とかもあるかな。ね、で、ここだと最大1ヶ月も生活できるって。すごいですよね。じゃあすごいよね。一ヶ月分のこんな1万5000人の食料って結構なもんですよね。すごいね。どういうこと？缶詰とかね、うん。で、そのさっき言ってた冊子の、まあ、発行人は誰なのかっていうことなんだけども、これね。発行人は、まあ、政府の依頼で、MSB という機関が発行してるんです。日本だと何に該当するのかちょっとわかんないんだけど、訳すと市民の保護と準備機関みたいな。まあ、防災対策本部けど、それは政府がやってる。でも、一時的にしかできなくないそれって。いつもあるのあ、そっかそっかそっか。わかる方、ぜひ教えてください。
そう。で、まあ、この冊子はスウェーデンの全世帯に郵送される。で、私のこの今手元にあるのは2018年の発行のものなんだよね。うん、なので、まあ、それの時いなかったまほちゃん家にはないっていう。いや、でも、夫はいたので、絶対あるんですけど、多分、夫はそういう準備あんまりする人いないから。これ、性格もあるよね。うち、後で詳しく話すけど、かなり準備してて、超ビビったったんだ。いや、私たち全くしてなくて。だから、ちょっと、これは、ヨコさんのお家に避難ですね。で、まあ、冊子の内容は、事故とか自然災害、IT アタック、うん、軍事対立時の危機への対応ということで、まあ、いろいろ書いてあるんだけど、IT アタックが入ってるのがびっくりしました。うん、でも、かなり深刻だよね。つい先日もさ、近所のコープで、うん、レジが一切使えなくなって、全部の、全国の、確かスウェーデンの生協のスーパーが閉まったんだよね。うんしかも2、3日閉まっちゃって、うん、冷蔵とかなんかそう、販売できないからって言って、なんか大変なことになってるね。なんか外で配ってました。そう。いろいろなんか。だからあれも、レジシステムが使えなくなったっていうだけのことって言うんだけど、それで、うん、全店閉まっちゃうっていう。うん、だから結構なんか弱いっていうか、脆い現代社会。そうですね。キャッシュが使えないって、スウェーデンのキャッシュレスすぎて、うん、そういう事態になった時に本当にやばいっていうか、本当お金持ってても買わしてくれないんですよ。まあ、この全文としてね、こういうふうに書いてある、うん。社会の機能のためには、国や省庁、地方自治体、企業、組織が責任を持つが、国の安全と安心は国民全員が担う責務である。うん、国民の責務として、危機の際に積極的にお互いを助け合うことが重要である。っていう、まあ、序文みたいなのを書いてあって、うん、まあ、こう、対策をしてあるんだけど、うん、まあ、こういう心構えていなさいよっていうことです。で、まあ、その一番最初に、こういう災害とか危機になった時、まあ、戦争とかになった時には、こうなるよ、多分っていうのが書いてあって、それがこの8個なんですよね。うん、まあ、暖房が止まるとか、うん、で、料理ができなくて、食品を保存できないとか。うん。これ、具体的に書いてあるのがいいですね。イメージがつきやすい。うん、そうそうそう。ほんとリアルだよね。うん特にスウェーデンなんて寒いから、冬に暖房止まったら本当にやばい。うん、やばい。そう、あとトイレが流せないとかも結構切実だけど、うん、絶対あるあるじゃない、うんうんうん、で、携帯やネットがつれながらないとかも入ってるんですね。そうそうそう。それは結構、確かに、なんかヤング世代についてはちょっと、うん。いや、でも今はさ、大人でも結構さ、情報収集って全部ネットとかでやっちゃうから、繋がらなくなったらかなり焦るよね。確かに。うん、ラジオじゃないですもんね。ラジオなんかないもん。ほとんど車しかね、うん。そう。だから、まあ、こういう状態になった時に、自分や周囲の人がどうやって対応するかっていうのを考えておきなさいよっていう冊子なんですね。まず、危機の時は、大前提、一番大事なことが2つ書いてあって、まず1つ目は、自分のことは自分でしなさい。それでもいい。っていうのも、その危機の時に救助とかっていうのは一番必要な人のためにやるんですね。だから、まあ、例えば高齢者とか病院、病人とか、うん、まあ、その他こう、不自由があって、助けが必要な人、うん、あとは子供とか、うん、そういう人たちが優先されるので、うん、健康で一般的な大人は、もう自分、そしてその周囲の人たちをしっかり一定期間対応できるように準備しておくこと、それはもう、あなたの責任です。確かにね。それは、うんうん。わかるけれども、しっかり書いておいてくれると、まあそうだよねってなります、ね。そうそうそう、認識するよね。うんうんうん、で、二つ目は、偽情報に注意。これびっくりした。うん、でも確かにって感じなんだけど、そのまあ、よく、だってネットでさ、あと SNS とかでも情報がすごいから、うん、その中で、こういう危機の時にいろんなね、プロパガンダなり、こう、いろいろ情報操作されたものが出てくるから、それでどういう情報が正しいかをやっぱり見極められないと、うん、すごい本装本能本能私が日本語倒した本能させられちゃうから、っていうので、じゃあここにチェックポイントっていうのがあるんだけど、うん、これ一つは、まあ、その情報が事実なのか、誰かの意見とか考えなのか。で、あとはその情報を、の目的は何か。誰が発信している情報か、うん、で、発信元は信頼できるか、うんね、だから個人の人が適当に書いてるのか、うん、またはそれちゃんとした省庁とか機関が書いてるのかっていうのも違うし、うんうんうん、あとはその、他にも同じ情報が見つけられるか、他のソースから。だって一つだけだったらなんかちょっと、この、うん、ちょっと怪しいっていうふうに思った方がいいとか、うんうん、あとその情報がまあ新しいのか古いのかとか、なんで今その情報が出てきてるのかとか。だからこのポイントをチェックすると、偽情報に、操られにくくなるみたいです。うんうん、なんかね、人間ってパニック起こしちゃったりとか、うん、こう怖いって思っちゃうと、ちょっと普段だったら起こさないような行動を起こしたりするから、うん、またこういうのは大事
ですね、確かに。うん、では、ここからは具体的に用意しておくものリストをご紹介します。もちろんこれはね、まあ、スウェーデンの家庭というか生活環境でっていうことなので、日本にぴったり当てはまるってことはないと思うけど、まあ参考にもなるかなと思いました。では、まず一つ目、食品。前提としてエネルギーになる食品を十分に確保しておく。うん、あとは保存期間が長くてすぐに作れる。うん、で、水とか少しで、うんうんうん。で、調理せずに食べられるのが重要なポイントっていうの。だけど芋なんで食べられるのかな。人参食べれるけど。そう。芋は無理ですよね。うん。ちょっとなんか食べれるのか、まあ、食べれなくはないよね。確かに。美味しくないかも。これなんか毒ありそうじゃないですか。麺とか食べたら。ならいけるかもしれない。そうね。あと、まあ、チーズとかも結構多いしね。うん、あ、中火入りのチーズそうですね。冷やさなくていいですもんね。そうそうそう。だったソイミルクとかオーツミルク。うん、めっちゃ賞味期限長い、ね。長い、ね、長い、ね、うん。あと乾燥パン。あれパンじゃなくてクラッカーだけど。うん、パンなんだ、そっか、確かに。確かにすごい長く持つからね。うん。うん、だからあとは、まあ、こう、エネルギーになるっていうのでカロリーが高めなもの。例えばジャムとか、マーマレードとか、うん、まあ、ジュースとか、蜂蜜とかね。うん。チョコとか、そういうのもいいみたいです。はい。すぐ茹で上がるパスタとかもあって、まあ、米もあるんだけど、米って結構茹でるの時間かかるんだよね。うん、だからそういう意味では、すぐ茹でられるパスタの方がいいらしい。これなんかうちにもね、やっぱり車庫にこう買って、買い置いて、なんか貯めてるんだよね。っていうか、実は私知らなかったんですよ。いつの間にかやってる。偉い。偉いよね。でもね、多分性格が結構、慎重派っていうか、うん、心配性だからだと思う。うん、そういう性格。サイトは全くそういうところはないからな。やばいな。ちょっとこれを見て、私たちも買おうかなって思います。ね、けど一つ面白いなと思ったら、その、トマト缶、うん、パスタを茹でる。そう。おー。トマト缶に入れて、そのままパスタって茹でられるのかな？まあ、できなくない。できなくないけど、なんか、パスタの茹で汁美味しくないから、なんか美味しくなさそうって思うけど、うん、まあ、毒ではないですからね、多分。しかもなんか時間かかりそうだけどね。うん、でも缶のまま茹でられるとかなのかな。ああ、ちょっとよくわかんない。二つ目、水ですね。まあ、清潔な飲み水は絶対必要。うん、で、まあ、ここの本に書いてあったのは、大人一人当たり最低3リットル1日を、うん、まあ、用意しておくといいらしいです。うんうん、これ、飲めるような水をってことですかね。そう、でも飲めるだけじゃなくて、あと料理、さっきの調理とかもそうだし、あとトイレとか手を洗うとか、そういう水もいるんで。いやー、けど3リットルって結構な量ですよね。3リットル結構な量。だから、そう、うん、その水をそのものを用意しとくもいいけど、その、こういう水のタンク、うん、大きい容器を用意しといて、なんかよく車でね、水を配りに来てくれたりとかするんだって、うん、そういう救援物資みたいな感じ で、うん、で。その時にやっぱりそういうタンクを持参して、そこで入れてもらったりとかできるから、その空のタンクっていうのを用意しといて。ほう。だから、そういえば、まあ、義理のご両親が用意してたな、くらいだなって時に、このタンクみたいなのをしてました。いや、けど、うち何もないな。今日なんかちょっとね、いろいろうちにあったそのものを持ってきて、例えばなんかこういうタブレットの錠剤みたいので、うん、その水を浄化する、きれいにするタブレットっていうのがあって、だからこう、そこら中に出てる水を例えば集めてきても、飲み水としてはちょっと危ないっていうようなのをこういうタブレットで、きれいにできるっていう、まあ、限度はあると思うので。なんかそういうのもあるとか言って、これもあった。なんか湖のとかも飲めちゃった。湖のはまた別の、なんかちょっとフィルターみたいなので、飲める水にするようなのがあって。すごい、こんなのがあるな、知らなかったです。ね、すごい。うん。じゃあ三つ目。暖房。あれ超重要だよね。特にね、本当に冬、寒い、全部が凍るぐらいのところで、外にいたら全然凍っちゃいますよね。本当に。家の中でも、やっぱりすぐに寒くなると思うから、だってマイナス15度とかマイナス30度とか外だったら、やっぱりもうやばいよね。で、外に雪が溶けてなかったりしたら、本当に冷蔵庫の中にいるみたいな感じですよね。だから、これの、まあ、暖房の大前提として、寒い季節に電気が消えると、家中がもうすぐに寒くなるから、対策の一つは、一つの部屋にみんな集まること。ああ、確かに。で、あとは二つ、窓に毛布をつける。うん。と、床にマットを敷く。うん。机の下に小屋を作る。なんかこう、毛布とか被せて、こう、テントみたいにする、机の下に。こたつ状態。そうそう、こたつ状態。
で、あとはキャンドルとかもつけるんだけど、まあそういうのは寝る前に必ず消すこと。あと定期的な換気を忘れないように。ああ、うん、超具体的だよね。これ勉強になりました。とっても。本当。それ以外にもこのリストにあるものをちゃんと用意しておきましょう。用意しておきましょうっていう。あと、だからそのことあった、こういう、これあの、ティーライトキャンドルっていうの、これ結構あったかいんです。暖かくなる。暖かくなる。本当に火だとやっぱ暖かくなるんですね。あとはマッチとか。うわーけどこれほんと新しいのはそのほんとこれじゃあこれは防災用って分けてあるやつですね、うん、そうそう使わない普段はこれなんかあと5、6本残ってるみたいなうちの家であったのそうなんだよね。なんかあとはまあ寝袋とかね。でも結構キャンプとかする家が多いから、うん、スウェーデンだと結構寝袋とか持ってる人多いかもしれない、うんうんうん、あと、まあ、スウェーデンってあの、ガスとか、石油の暖房機器って普段あんまりないので、うん、電気がほとんど多いんだよね。そうです。なんかその、普段、バーベキューとかするじゃない、夏。うんうんうん、あの時にガス、あの、プロパンガスみたいな、うん、あれにつなげられるヒーターとかも売ってて、うん、それをうち買ったらしいんだよね。どんだけ生き延びる。すごい。生き延びたい気満々、うん。いやいやいや、素晴らしい。いや、なんかこんな平和な国だから、のほほんとしてるけど、すごいだから、よくさんが。いや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 。だからそのバーベキューね、あの、プロパンガスを、うん、あの、ガスレンジって調理台みたいな、一、うん、個だけの、調理台につないで、そこで調理できるようなのも買ったのって。あの、こっちって電気なんですよね、全部、うん、IH で。だから電気が使えなくなると、その料理もできなくなるから、引けなくなる。そういう意味で、まあバーベキューのはね、常にあるから、うん、それにつなげるものっていう。素晴らしい。あと次はね、通信、うん。これ結構重要なのね、考えてないんだけど。うん、で、まあ重要な情報をラジオから聞けるように、で、まあメディアの情報も見ることができるように、うん、あとは親戚や友達と連絡が取れるように、緊急時に救急や医療、警察に電話できるように、連絡できるように、うん。っていうので、まあそれができるようにする。だからまあ電気がなくなった時を前提としてるんです。じゃーん。これはだから。これはね、あの、ラジオなの。で、しかもラジオで、こういう、こうやってやるやつ。そう、手でこう回して。あとソーラーパネルもついてる。ソーラーパネルでもできるし、この手でこうやって回すと電池が入るって。で、さらにこれ USB をつないで、その充電とかにも使う。ああ、携帯とかのペットボトルを回すやつ。これそうですね。日本では多分用意してる方たち多いかもね、うん。で、これは懐中電灯にもなるんですね。なるか。まあ、本当だ。そうですね。ここマルチの防犯。防犯じゃない。防災。グッズ。グッズ。うん。あとこの重要な電話番号を紙に書いたもの。これめっちゃ重要だよね。いや、私これ今やろうと思いました。私も思ったよ。だって私、夫も、ご両親とかも、全然覚えてない。覚えてない、本当に。私、携帯を持つ前までの、父と母の携帯番号は覚えてるんですけど、うんうん、それ以前、全部覚えてないです。実家の電話番号とかね、私よく使ったわ。そして、あとその他のものとして、うん、まあこういったものが進められてるんだけど、うん、なんかもうちょっと。あ、消毒液とかね。消毒液とか。生理用品とかも大事ですよ。あとまあ薬もなんか、やっぱりコロナの時とかにすごい売り切れたりとかしたんだって。うん、だからもうそれ以来こういう、まあ常備薬っていうの、痛み止めとか解熱剤みたいなのは、うん、これもその、災害用バッグみたいな、でっかい箱があって、そこに結構入ってた。すごい。ねえ、あとはなんだろう、この、これ、ゴミ袋。それ大事だ。で、これ、ゴミ用じゃなくて、トイレ。トイレで水が流れなくなったら、やっぱり衛生的にするには袋に入れて捨てるとかしないといけない。そっか。確かに庭にずっとしてたら大変なことがありますね。いい肥料になりそうだけどね。寒いし。あとはね、ウェットワイプとかそういう消毒とかももちろん重要だし、おむつとか生理用品とか、あまり考えないけど、すごい重要だよね。ないと不便ですよね。登録証明とか各こう銀行の証明とかそういうのを印刷したもの。今全部デジタルだからこっちだと思う。確かに。だからね、スウェーデンって前も紹介したけど、マイナンバーで全部ログインして、オンラインで何でもできるんだけども、うん、それがもし使えなくなったらって考えるとね。実は昨日動かなくて、夜。私だからちょっと銀行入ろうかなとか、タックスのことを考えなきゃと思って、ログインしようとしたら入れなくて何も。やばいこれはと思ったらシステムダウンですって書いてあって。もう結構困りましただから。だよね。うん、なんかあれだったのかな。
そういうテロっていうか。いや、わかんない。そこまでじゃないか。いやだからこういうのも意外と大事だと思う。うんうん、まあ、というわけでね、こんな風に危機対策は、うん、まあこんな風にお勧めされています。はい。いやだけど私何がびっくりしたかって、この家庭がすごい準備されてるのにびっくりした。スウェーデンの平均的なのはどういうものなのかっていうのはちょっと私たちもわからないんだけど、やっぱりこのね、二つの家庭でも全然違うわけだし、うちは本当心配性の性格でそういうふうにやってるっていうだけの話かもしれないんだけど、ちょっとね、今度からこう会う人に全員に聞いてみようかな。それで統計取って。日本はね、本当に防災グッズもいろいろあるだろうし、多分、ね、皆さんも分かってるから、もう準備されてる方もいると思うんですけど、まあ、このビデオをきっかけに、また何か開花して、準備万端に、はい、していただければと思います。はい。ですね。じゃあ私たちも。というか、うちはもういいか。うん、いい。もう私が頑張ります。はい。というわけで、今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。毎週歩行の情報を発信してますので、よろしかったらチャンネル登録、いいね、コメント、お願いします。はい、では、また次回の動画でお会いしましょう。いいよー。